都来住宿了，不要玩电脑啦。阿伟，在玩电动哦，休息一下吧。哈哈哈，这就是我要的。那个男汤先过去。啊！嘘，品を作ってんじゃねえよ。東方影切っての人気女方も張ってるんでな。しかし、いい湯だぜ。コート方面にも温泉はあるが、そういやあの小僧はどうした？せっかくの露天なのに入らねえのかよ。ああ、誘いはしたんだが、疲れたからシャワーで十分だとさ。ああ？あのひょろい体を見せるのが恥ずかしいわけでもなさそうだが。まあ、公衆浴場の習慣がそもそもない文化だってあるからな。しかし、シャワーだけじゃもったいねえし、後で貸し切りでも進めとくか。過保護だね。チビじゃねえが、俺様もいたわってやろうか。ほーら、こんなのとかどうだ。おっさんが好きそうなポーズってな。だからやめろっつろ。面と才能を無駄遣いしやがって。立たせちまったかよ。立つか。ん？立つって何でしょう。な、何でしょうね。もう、パンさんたちったら。まあ、アーロンさんが原因でしょうけど。リゼットちゃん、髪サラサラ。夢が洗ってもいい？ええ、お願いします、ユメ様。ほんとユメちゃんは誰とでも仲良くなれる子ですね。はい、私も妹みたいで、里の妹や弟を思い出しちゃいます。フェリちゃんもお姉さんなんですよね。妹さんでもありますけど。知っての通り、お兄ちゃんはずっと里に帰ってなくて、妹としてよりは姉としての方が自分としては実感ありますね。そうですか。むしろ妹以外の何者でもない気が。うん、でもアニエスさんはやっぱりお姉ちゃんって感じです。綺麗な金髪で、肌も真っ白で、そのスタイルも抜群ですし。フェリちゃんこそ髪が猫みたいにふわふわで綺麗ですよ。肌もミルクコーヒーみたいに艶やかで、すべすべもちもちで素敵です。そうでしょうか。でもその腕とか結構傷もありますし。故郷の人やバンさんや私たちを守るためについたんですよね。あまり無茶はしてほしくありませんけど、フェリちゃんが頑張った証だと思うと愛おしくて誇らしくなっちゃいます。アニエスさん。あ、そういえばちょっと疑問だったんですけど、ワンさんってどういう人がタイプなんでしょう。昔アイーダさんにお泊まりとかする時の作法を聞いて、恋バナって言うんでしたっけ。親しい人が誰が好きかとか話すっていう。アイーダさんもピンポイントですね。なんだか一定年齢以上な気がしますね。その私たちに対してはどうも保護者目線の感じというか。やっぱり優しいですよね、パンさん。見ていないようでちゃんと見てくれているような気がします。そうですね。でもリゼットさんや今日のジュディスさん、
それこそエレインさん相手にはあまり遠慮していないような。言われてみれば。しかしサウナとかでも思ったが、かなりの数の傷跡がありやがるな。5年前に修行してたことといい、うさんくせえネタがありそうじゃねえか。否定はしねえけどな、こんな家業をやってるわけだし。怪しげな PMC に結社、ヘイユエやそれ以外の連中とのコネかと思えば、2年前の戦役の裏じゃカゲロウ側に協力してたんだって。おまけに永久遊撃士の元カノに CID の悪友まで嫌がるとはね。ちょ、決めつけるんじゃねえよ。しかしほんと鋭いなこいつ。で、あの二人とは高校も同じだったわけだ。もったく、つくづく勘のいいガキだな。言っとくが、お子ちゃまはともかく、小娘もとっくに気づいてるからな。わかりやすすぎんだよてめえ、隠す気ねえだろってくらいにな。たくずけずけと。いや別に隠しちゃいねえけどよ。隠しちゃいないが、黙って守ろうとはするわけだ。あのグレンデルの時と同じてめえの流儀とやら、毎度のように危険な目に遭いながら自分を顧みず俺たちを守るおせっかいを。それはてめえはミラにうるせえし、貸し借りにもっとうるせえのは知ってる。だが口ばっかりだよな。少なくとも俺たちには与えてばかりだ。そして作った借りをそのままにしとくのが何よりも落ち着かない。いや、そうか、怖がってんのか。確かに俺たちはてめえに助けられた。借りがあるから首都組んだりに押しかけて手伝ってるっつうのもある。ま、俺にとっちゃ見物半分復讐半分、てめえに返すのは 1% くらいだがな。ああ、そうだろうよ。だが小娘にしてもお子ちゃまにしても、メイドに小僧にしても、結構な割合がてめえへの恩、いや感謝しつつも、その危なっかしさを放っておけないからってのも大きいだろう。10や20も離れてるんじゃねえんだ。あんまりなめんじゃねえって話だ。ま、てめえがどうなろうと俺は知ったこっちゃねえけどな。って、うぜんだよ。这个就不用摸了啊！不是、欸，你又不是黎恩，一直摸干嘛、啊？摸下面比较快。太难玩了，给你心配されるようじゃまだまだだ。精進あるのみ。对吧？じじいが、辛気くせえ話はここまでだ。それよりせっかくの温泉地なんだし、定番の夜遊びスポット教えろや。イカス姉ちゃんたちとくんずほぐれつ混浴できる店とかあんじゃねえのか。あるわけねえだろ。ちゃちゃくんずほぐれつ、あなんでしょうね。もう本当にアローさんたら。うわー、真っ白だね。あ、すみません、ゆめちゃんをお任せしちゃって。女仆、记得不要漏电哦。とんでもない。大家会死哦。これもせっかくの機会ですし。あとでアニエスちゃんとフェルちゃんも洗ってあげるね。そういえば、バンたちも洗ってあげたいんだけど。ゆめちゃんだけなら大丈夫かな。哦，原来是倒立哦。バンさんと宿の人に相談。就是那种虚幻的东西。
どうかいたしましたか？いえ、すみません。なんだか見とれちゃいまして。ああ、ひょっとして擬態の調子が気になられるとか。いえ、その逆に完全に忘れちゃってました。それはなんだか嬉しいですね。特に隠しているわけではないので、ご不快でなければご覧ください。ほとんど目立ちませんけど、こちらの部分が。ええ、擬態パーツの境目となります。服を着てしまえば他の方にほぼ気づかれることはありませんね。と言っても私がこの体を手に入れてから1年くらいですが。そうなんですか。すみません、思わせぶりなことばかり。少々複雑で、守秘義務もあるのでお話しできないのがもどかしいです。いいえ、とんでもないです。いつもいろんな制限の中で最大限。いえ、それ以上によくしてくださって。その正直ちょっとかなわないなって思っちゃいます。アニエさん、私が様々なスキルや知識を持っているのは当然です。この体も含め目的にかなうよう調整し積み上げてきたものですから。ですがアニエス様にフェリ様もそれぞれにしかない役割をお持ちです。多分アークライド解決事務所にとって出向の私などより大きな役割が。そうでしょうか。実感は湧きませんけど。年長者の言葉と思って今は胸にしまっておいていただければ。そうそう、こんな体ですが年齢はお伝えした通り20歳です。魔女のように弱いを重ねておりませんので、それだけは誤解なきよ。はい、わかりました。かなわないな、本当に。魔女って何？ああ、ゆめちゃん！ワンの事務所の話？ゆめも大きくなったらお手伝いする！おじいちゃんに言ったら反対したけど知らないもんね。それはビクトル様が少々おかわいそうですけど。でも確かにゆめちゃんなら百人力ですね。うんうん、間違いないですよ。かしましいな。さすがガキ率 75% だぜ。ま、温泉旅行ならではだろう。そろそろ時間だし上がるか。うん、何不洗澡？風呂か。確かにコミュニケーションの円滑化には効果がありそうだけど、でもそう簡単にはバレないと思うけど、博士たち相手のようにはいかない。何、女だ。まあシャワーだけってのも寂しいし、食後にこっそり一人で入ろうかな。
ありがとう。昨日も美味しかったし、今日も楽しみに。あ、なるほど。慰安旅行に来ているって言ってたわね。それじゃあ私はこっちに。って落ち着けるか。哇哦！中间那个看起来很像茶碗蒸。